起きた起きた、よっしゃ、負け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 。こんにちは。今日はここで石垣台で石台を狙います。でも今日そんな風強くないから私は大丈夫だと思いますけど、まあどうなんだろう。いきます。よいしょ。やばい、めちゃくちゃ大変。やばい、筋肉痛がここに来て、こんなとこにスリーポイントがあるなんて。うわ、めちゃめちゃ綺麗だここ、すごっ。三宅島感があるこの岩、溶岩。やっぱりこの季節は荒れるんですよ。瞬殺ポイントになっちゃいますか、そしたら。うわー、かっこいい、この岩やばー、めちゃめちゃすごいよ。すごい、ここの岩めちゃくちゃかっこいいよ、すごい。鬼の島みたい。あ、やばい、普通の登山よりハードやんこれ。ボルダリングやってきた甲斐があったかもしれない、これ岩を掴む能力が。よいしょよいしょ。おっぽから、今おっぽ切れたぞ、はい、このおっぽの穴からこのでっかい針を刺す。どう、でボディにこうやって針を出す。おー、こうはな。で反対側は今度は腹が刺したら、だから今度背中が、あ、一匹に針を2個刺すってことですか。そういうこと。両方から食ってもかかるようになってるわけ。おー、なるほど。え、よ、どうか。なるほど、それは強い。あれだと落ちるときにくるくる回っちゃうわけよ、水中で。はい、そういうことか。飛んだ飛んだ、落ちた落ちた。はい、ずーっと入ってくのに対してさ、たまに今ずっと入ったの。これこれこれ、そう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 、ほら、あ、落ちた来た来た来た。当たってなかったら風にこうやってやるけれど、魚が来たときはスーッと入ってくる、スーッと入ってくる。でもこれ使うと落ちるのがたくさん当てるよ。それで当たったら当たり合わせるんですか。なるほど。だから今もそうだよ。今ふわふわしてる。ふわふわしてくる。たまにスーッて入ってくるの。ふわ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 。スーッ。今来た。今入りました。これが当たりなんだよ。なるほど。素晴らしい。こんなに魚がいる。おお、当たってる当たってる。まだ当たってる。巻くときはさっきさと巻かないと。はい。駆け上がりで石に引っかかっちゃう。あ、そうなんですね。どう、確かに。ゆっくり巻いちゃうとそこ。こうやって上がっていくから石に当たっちゃうんだよ。急いであげないと。そう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 。なるほど。ちっちゃいけど釣れてるわ。え？
積んでるらしい。積んでる。嘘でしょ。うわ、北枕。やったー。やった。言われた通り分かったな。はい。はい。はい。さあ、持って。はい。この北枕すごいぞ。エビつけるよ。エビをつけますよ。入れすぎると斜めっちゃうから、あ、入れすぎちゃった。入れすぎないとこで出す。そうするとまっすぐになる。そしたら次は余った針をこっちが出てる方とは逆側に刺す。そうすると、はい、こんな感じで。そうすると両方からどっちを食べてもイシダイが食べてくれる。と教えてもらいました。なので、その時は早巻きでやらないと全然出ちゃうから。そうなんです。俺の時一回から気持ちよかったんですよ。3時の角度から投げたい方向に体を向けて竿のしなりを使って投げる。お、いたいたいた。いたいた。で、上げてると風が強いと煽られて糸吹けがどんどん出てきちゃうから下に下げる。竿先は下に下げる。あ、来た来た来た。よっしゃ。負け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 。あ、逃げられたか。軽くなっちゃった。めっちゃすごい来る。すぐ次だ。すぐ次だ。エビないです。2時3時の角度から体をそっちに向けて、よっ、離す。おー、飛んだ飛んだ。風に煽られるから下に向けると、あの岩目出して投げるね。Thank you.
錦ベラいなくなってしまったので他の魚を釣って取り返す取り返すしかない。誰か根掛かりか、まあ、まこ根掛かりはしないように手前は急いでまく。なんて私はバカだったんだ。いる。あ、すごい。なあ。でかいのがいたということか。でかいよ。ズボ？魚がかかったの分かんないってそのままにしてたから石台で入ってきた。そういうことなんですね。で石の石で糸が切れちゃった。そういうこと。ありがとうございます。